ふさわしいなちゃん街中応援委員会です。こちらのコーナーでは秋田のいろんな情報をお届けしていきます。さあ今日の話題はこちら、お仕事帰りに名作をアルベ映画祭。出たー。ということで、さあそのアルベ映画祭についてですね、いろいろとお話をお伺いしていこうということで、お二方にゲストにいらしていただいております。それでは自己紹介を、はい、お願いします。はい、秋田シネマ&エンターテインメントの稲田です。よろしくお願いします。謎のアが入りました。アが入りましたね。はい、アをつけたんですか。あ、稲田投資にしたんです。ザ、ザみたいな。高松さん、広げないでいただいて。広げないで大丈夫です。今のはつけたのかな。全然大丈夫です。稲田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてそのお隣は、はい、アルベにあります秋田市民交流プラザ管理室の児玉優子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、児玉さんにもね、何回か、はい、シーナチームも出ていただきました。ありがとうございます。もうお二方に本当お世話になりっぱなしということでね、いや、こちらこそ頼もしい。ございまして、はい、さあ今回はそのお二人にアルベ映画祭についてね、お話をお伺いしていこうということなんですが、はい、まずはこちらの映画祭、児玉さん、どういった映画祭でしょうか。はい、このアルベ映画祭は映画上映を通じまして、ここ秋田駅周辺のにぎわいを創出することを目的として毎年開催しているものです。名作の数々を1作品あたりなんと500円で鑑賞することができます。そしてさらにはアルベ館内に飲食店いくつかありますが、その飲食店で使うことができる300円の割引クーポン券がプレゼントされるなど、映画だけではなくお食事まで楽しむことができるという大変お得なイベントとなっております。いやー、ちょっとお得すぎるんじゃないかなという感じがしますよね。はい、まず500円で映画を見るっていうね、それでまずもうめちゃくちゃね、お得なのに、さらにクーポン券もということですから、300円分仕事終わって映画を見てお食事をしてというね、なんかその日の一日の楽しみみたいな、ぜひぜひご利用ください、はい、ですね。そこを演出しているこのアルベ映画祭ですね。はい、はい、といったところでございまして、さあ実際どういった映画があるのかというのが気になるあたりでございまして、はい、今回ね4作品あるんですね。はい、それが順々に、ね、が上映されていくということなんですが、まず1本目というかね、最初に上映されるのが、10月7日に上映されます、愛がなんだと。これは気になってました。映画でございまして、こちらね、いいね、なんかこの、なんですか、このジャケットからしてね、何かもう素敵な雰囲気が満点なんですけども、はい、ということで予告をご覧いただきました。さあ何かね、この岸井ゆきのさんのね、ちょっと等身大なね、演じっぷりもね気になるところですが、さあ愛がなんだ、はい、まずは稲田さん、こちらどういった映画なのか教えてください。はい、劇場公開はですね2019年でした。直木賞作家の角田光代さんの同名小説をですね、岸井ゆきのさん、成田悠さんの共演で、アラサー女性の片思い恋愛ドラマになっております。28歳の OL 山田照子、守に一目惚れして5ヶ月、照子の生活は守に中止になってしまったんですけども、守は照子に全く恋愛感情がなく、守にとって照子は単なる都合のいい女でしかなかった点々点。いやー、でもなんか一緒にお風呂とか入ってませんでした？入ってましたね。いや、この都合のいい、でもあれなんか何もないっていうのはそれあるんだ、あるんですか、そんなこと。あるんですか？どういうこと？どうなんですか？どうなんですか？アビノバならない。お風呂入って、どうなってるんですか？髪髪あんなになって。いや、リハーサルってどういうことなんですか？リハーサル全然違う。おじさんが怒るんじゃないよ、この。やめてください。でも、そうですね、こういう振り回されるというかね、この予告だけ見てると、この成田凌さん演じるの、守君ですか？守です。守るというキャラクターもさ、なんていうんですかね、この距離感はもうこれ付き合ってる距離感なんじゃないですか、これだからこそこの、あれなんですよ、テルコというのはもう本当にもう大好き、ぞっこんで何でもね、本当守君のことだったら何でも一緒に歯磨いてます。歯磨いてほら、どうなってんですか、どうなってんですか。いや、話を進めさせてくれ、すぐ見てほら、なんといってもね、ほらこれこれこれ、このてめえうるせえな、おい、これいい、これかわいいな、これいい、喋らせてくれ、喋らせてくれ。いや、でもそういうなんで幸せなね、ところがあるからこそ、ね、ここの実際にお互いの気持ちというか、守君の気持ちは本当はどうなんだっていうところが、
ね、この予告でもさ後半ちょっとこう不穏な感じになってくるじゃん、疑心暗鬼になっていく、そうね、なんかね、トーンダウンしちゃってね、そうでしょ、うん、で最終的になんかこうね歩きながらロング缶を飲んでるわけだからね、これ相当なことがあったんじゃないかなというところ、ストロング缶かなあれ、うん、ストロング缶ね、そうそうそう、飲んでたりするわけなんですけど、でこちらなんですけど、あの曲ね、曲も素晴らしいんですよ、ホームカミングスっていうね、あのまあインディーロックバンドね、このケイクスっていう曲、これに流れにとってまた合ってる曲ということで、一緒になってね、その雰囲気を楽しんでいただきたいと思いますね。はい、小沢さん、ちなみにこちらの映画っていうのはなぜチョイスになったんでしょうか。はい、実はですね、このアラサー女子のドラマなんですけれども、はい、実は私どものプラザ管理室の室長、御年60歳、今年定年で退職される男性職員なんですが、はい、すごくいいぞこれっていうことで、特にこの岸井ゆきのさん、まあ、映画好きですよ。そうなんですよ、はい、もう一押しの60代でも心に響く、そんな映画だったようで、うん、まあ、60代2回言ってますけど、ね、すいません、ね、怒られる、全然いいです、年齢関係なくね、幅広くね、そうですね、2回言ってます、はい、そうですか、だから映画としてのやっぱり作りも、うん、あのそれこそ若い人だけが楽しむだけじゃなくて、うん、映画ファンも納得っていうことですよね、そこがやっぱり今泉力也監督のね、生きるようじゃないかなと思って、はい、あの僕ね、今泉力也監督とあの頃っていう作品があって、あの松坂桃李さんが主演で、あのモーニング娘。の桃田と言われる、あのオタクの人たちの交流を描くという、僕もあのモーニング娘。大好きだったので、20代の頃ね、そうですね、いろいろイベントとかも行ってましたもんね、そう、僕はあの、まあ、それはいいんですけども、そういう感じで、あの夜中深夜番組モーニング娘。の番組何回も録画して繰り返してね、見て、聞こえるか聞こえないかの音量で真っ暗な部屋で見るの気持ち悪いでしょ、かわいい、まあ、最終的にはモームスの運動会来ましたけど、運動会、そんな話はいい、運動会行ってるから、そんな話はいい、行っちゃったこれっていう、そういうこう、なんていうか、めちゃめちゃ笑われて、そういうね、こうなんていうかな、こう共感するようなね、うん、ところあると思うんですよ、うん、いろんなキャラクターが出てくると思うので、うん、なるほど、はい、で深川麻衣さん、うん、僕も大好きな、あ、マイマイが出てます、マイ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 見て、マイマイって言っちゃったもん、左マイマイ、ね、左がマイマイ、ね、これが元乃木坂、元乃木坂46のね、聖母ことマイマイ、ああノーセリフ入ってくる、ということで見どころたくさんでございます、いいですね、マイマイすごい、アイドルの話になってきちゃった、すいません、でも本当にマイマイしか出てないじゃん、これマイマイしか出てないわけじゃないですね、で岸井ゆきのさんがこの映画でブレイクしたって言っても過言ではないぐらい、そうですね、まあ当時そんなにね有名じゃなかったんですけども、まあ劇場公開終わって DVD とかに出て、まあ、口コミでこの映画すごいよっていうのが、はい、なんかこの方すごい雰囲気可愛いらしいですよね、うん、なんか、うん、はい、マイマイ、僕マイマイ、あんたマイマイって言うからマイマイをすごい押してきてるじゃん、今すいません本当に、はい、ぜひこれは劇場でご覧になっていただいて、僕ねちょっと見てなかったのがね、はい、ちょっと悔しかったんですけど、じゃあぜひ、ね、劇場で見られるチャンスということでございます、はいはいはい、こちらのチケットも販売中、はいですね、もう半分以上で売れてますんで、あ、ですか、あらら、もう売り切れちゃう、お早めに、これは本当お早めにご覧いただきたいというふうに思いますね、はい、愛がなんだご紹介させていただきました、はい、そう、続いての映画です、うん、続いてはマイスモールランドという映画ですね、うん、さあこちらのね何か横顔が印象的ですけれども、はい、ということで、はい、いやークルドの挨拶こんにちはとさようならっていうね、その予告の最後でしたけれども、さあ稲田さん、こちらどういった映画でしょうか、うん、はい、こちら2022年5月に公開されたんですけど、秋田では公開しなかったんですね、秋田未公開でして、はい、秋田未公開、うん、在日クルド人の少女がですね、うん、残留資格を失ったことをきっかけに、自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマになっております。小枝監督率いるですね、映像集団文福の若手監督川和田絵馬さんがですね、うん、商業映画デビューを果たした作品で、自分でですね脚本を書き上げた映画化になっております。まあ、お父さんが国民が一追放になっちゃってですね、家族がバラバラになってしまうという、うん、大好きなお父さんとも会えなくなっちゃったと、なんでって妹も悲しみ、うんうん、ね、そこにはやっぱりちょっとこうね、日本のいろんなこう課題というかね、うん、そうですね、まあ、残留資格、うん、日本難民資格の申請に難しいってことですね、うん、はい、で主演のですね、はい、ね、あの可愛らしい、あの、はい、若松さん好みの、あの、はい、あ、大好きです、みんな好きでしょ若松さん、はい、嵐里奈さん、はい、ビビの専属ビビ、うん、うわ、今回映画初
出演、すごいね。で主演、うわなんかこうなんて視線とかこう瞳がすごく印象的ですよね。語らずしてなんかね、それすごいですよね。目で語れるみたいな ね表情の こう時代にこんな声じゃ大変ですね。もう大変なことになります。もう、もう授業ならない。もう授業ならない、ならない。もう みんな見るもん。いや映画の中で授業になってますけど、ね。絶対みんな見るもん。でこのね、嵐莉菜さん隣にいらっしゃるね、あの奥平大健さんというね、あの俳優さんなんですが、まだもちろんねお若い方なんですけど、長澤まさみさんがお母さん役を務めたマザーという、この映画であったね。はい。やっぱ非常に注目された方だったりするんですね、こちらの方も本当にこうそれこそね語らずしてこうなんか表情でね、いろんな思いをね、この映画を通して観客に伝えることができる俳優さんじゃないかなというふうに思います。これ枝さんの弟子だけあってちょっとこうドキュメンタリータッチ、そうですね、そっかそっか、確かにドキュメンタリーと、ね、入っていきやすい感じしますよね、このなんかリアリティっていうのがねやっぱ素晴らしいと思うし、あの脚本もですか、あの監督さんがなんか自ら監督されたということで、こちらの、川端絵馬さんというのが日本とイギリスにルーツのある方ということですので、嵐さんもねなんか5カ国 の、はい、あの由来を、そうですよね、はい、そういったこう、ね、やっぱ思いが乗っかったこう映画という感じもいたします、で予告でも流れてましたあの、歌なんですけれども、あのロットバルト・バロン、なんかすごい良かったよね、すごい良かったですよね、これニューモーニングという曲なんですけど、この曲もまた相まってね、何かほんとじんわりとそして考えさせる映画ではないでしょうか、はい、マイスモールランドという映画なんです。こちらのチョイスというのは、はい、どうでしょう。ですね、このアルベーガ祭の作品を決める際に私がちょっとこだわっているのが、ヒューマンドラマを一本出たいと思ってまして、まさにこの映画、日本の今の抱える問題というものをこう、あの描き出している映画だと思います、ぜひですね、あのお仕事帰り、じっくりこう考えていただけるような、いいですね、そんな内容となってますので、いや本当にその何かこういう映画もやっぱり仕事のね、こうストレスからこう解放しながらまたちょっと向き合える映画じゃないかなというふうに思いますし、児玉さんキャスターみたいですね、なんで急にそうですね、もう完全に映画の映画評論家本当に、ええ、いいからも、ええ、いいから、いいから進んでいいから肩切れ、ね、いやいやいいですよ、まあ、でも実際こういうヒューマンドラマでやっぱり日本人のね、あの日本に暮らしていると気づけなかったことってもたくさんあると思いますので、非常にこれ重要な映画じゃないかと思います。やっぱりこの目の演技はちょっと私も参考にさせてもらいます。大本さんどんな感じで目の演技は、えどんな感じで、いや僕もだってあの1回出たんですよ、ケーブルテレビの再現ドラマの、そうだよね、戦場の秋田美人っていうので、そう俳優デビュー果たしてますか、俳優デビューして、その時はというか、どういう目の演技にしますか。僕はそういう時こう、それは何を考えてる、今何考えてる、泣いちゃダメだ、泣くんじゃない、はい、ということでオンタイムですということで、オンタイム、はい、オンタイムなの、あのドラマは本当に素晴らしいドラマなんでね、そちらをね、ちょっと切り離してね見ていただきたいと思いますけど、切り離され、はい、といったところでございまして、はい、マイスモールランド、こちらは10月14日はい、上映ということになっております。チケットは10月5日から販売中ですね、はい、これをやっぱり劇場で見るチャンスというのは本当に素晴らしいと思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います、さあということでね、愛がなんだマイスモールランド2作品、ご紹介させていただきました、さあまだね残り2作品ございまして、それ後半、たっぷりとご紹介していきたいと思います、引き続きアルベ映画祭の作品紹介に行きましょう、行きましょう、さあということで先ほど愛がなんだマイスモールランドご紹介しましたが、その後にね上映されます2作品を紹介していきましょう、まずはですね10月21日に、こちらは公開となります、アルベシアターにて公開となります映画声の形、はい、ということで、声って読むんですね、これで、はい、これ難しいですね、この感じが、ちょっと難しい感じですけれども、さっき足って言いました、あ、そうですね、声よ、ちょっとリハーサルで足って言ったんですけど、頼むよ、リハーサルで言ったミスを言わなくてもいいです、声、はい、声の形ですね、これで声って読むんですね、はい、そうなんです。さあこちら、稲田さんどういった映画でしょうか。はい、こちら劇場公開が2016年になりますね、週刊少年マガジンに連載されたこの漫画がすごいとか漫画大賞などで高い評価を受けたですね、大岩義崎さんの漫画になっております。軽音タマコマラブストーリーなどで、知られる京都アニメーションとですね、山田直監督によるアニメーションの映画化です、まあ、退屈することを嫌うガキ大将の少年山田翔也がですね、転校生の少女西宮翔子へ好奇心を抱き
翔子の存在のおかげで退屈な日々から解放されるけども、うん、しかし翔子との間にちょっと問題が起きてですね、翔也は翔也から、孤立してしまう、うん、まあ、翔子もちょっと転校してしまうっていう、うん、今出てた2人が翔子と翔也ですか。ですね、そうですね。なんかあの目の感じが書き方違いますよね。これいい、ここ僕今いいとこ気づいたんじゃないですか。男の子の目はちっちゃいじゃないですか、で女の子の目が大きいじゃないですか、これ気づいてました。それはそういう顔なんじゃないですか。えそういう顔、ここ結構だってポイントでしょ。いやドラゴンボールとかいろんな漫画でそうですけどえあの女の子は目が大きい、女の子すごい大きかったじゃん、ここが、だからそれだけ女の子を可愛く強調してるってことでしょ、ほらほらほら、俺これでかいでかいでかい、それ好みの問題、これでかいでかい、すごい可愛い、これさ、岡本さん、これあの目の大きさはどうでもいい、ちっちゃいちっちゃい、ほら男の子ちっちゃいもん、目の大きさはどうでもいいんで、男の子ちっちゃいもん、作品の話、それ役柄でそのいじめっ子といじめられっ子って感じ、ね、まあ、でもこういう小さい頃というか小学生の頃にやはりこうなんていうんですかね、やっぱりなかなか抑制が効かないで、ね、女の子をこういじめてしまうっていう経験ももしかしたらある方が多いです、興味ある子に ね、なんかからかったりだからこそ ね、でもそういうのっていうのをやっぱりね、はいはい、そのやられた方っていうのはずっと覚えてたりするし、やった方もね、それによって自分に返ってきたりするところもあるから、そういったこう何か共感するところもね、多い作品だと思うんですよ。でこのやっぱりあの京都アニメーションのね、作品、このなんていうんですかね、こうアニメの素晴らしさもちろんあるんですけど、あのこの漫画の原作 の大今義時先生っていうのが、あの岐阜県 の大垣市が出身なんですね、でこ の架空の町なんですけど、この作品っていうのは、この架空の町なんですけど、大垣市がモデルになっているそうで、あの桜の花がバッとさ、あの咲いているちょっとねありましたかね、まあ、絵があったんですけど、そこがあのそこでも言う、これね、これ緑橋という、はい、観光スポットで、ここ今の聖地になっているそうです、あの、はい、結構ねサマーウォーズなんかでもね、長野のその場所にね行って、そういう設定がね、はい、実際あるんですね。実際にある、まあ、もちろんモデルになっている場所ではあるんですけど、あ、もうあの君の名はで話題になった秋田の北秋田の、ね、無人駅なんかも、あそこ僕のおじいちゃん家があったところのすぐ裏なんですよ、それと同じことですよね。同じことです。やった、まあ、言わずとも分かるけどね、それはね。やった、やったとかもおかしいけど、自慢されてる。何の自慢だよ、おじいちゃんやったよ。お前乗っけから何の話してるということ で、もちろん、ね、声優さんも素敵でございます。あの早見沙織さんがですね、翔子役を演じられておりまして、あの鬼滅の刃のね、胡蝶しのぶさんを演じた。あ、そうなの、この人気、そうですよ、女優、人気声優さんがね演じられております。胡蝶しのぶもすごい可愛い声だったですね。そうですね。真似しなくていいよ。鬼が出ましたみたいなね。言ったかな。鬼が出たでございます。言ってねえと思うけどね、そのね。見直します。CM の後。いや、CM を CM に行かないでください。鬼は CM の後振らないですよ、ね。なんで司会者みたいなことなんですか、ね、という感じですけども。いやいや相当豪華な声優陣。そう、非常に豪華でございます。本当にね、あの話題になった作品ということで、こちら、まあ、アニメなんですけど、子供がこれ、こちらアニメをチョイスしたというのは。そうなんですよ。このアルベーガ祭のコンセプトがお仕事帰りに名作をということで、アニメはどうかなと悩んだんですけれども、でも誰私もその小学生、中学生、高校時代があったわけで、私も実際見たんですけど、一気にですね、その頃の時代に戻るというか、あんなこと言ってしまったなとか、もちろん楽しい思い出もあるんですけれども、そういった思いをちょっと皆さん振り返ってもらえるいいきっかけになるんじゃないかなと思いました。だからこう大人だからこそ見てほしい作品というのがありますよね。あの普段あのなかなかアニメを、ね、見る機会がなかった人も、もしかしたらこの声の形きっかけでアニメを好きになるかもしれない。そうですね、しね、やっぱいいこと言いますね。私はいいから私のことは改めて急にいじり出しました。いや、いいこと、素晴らしい、もちろんいいこと言いますよ。怖いな、後で怖いよこれ、はい、いいこと言いや、やっぱりこう なんて言ってもね、あの、大今義時先生ですから、このキャラクターの造形、本当にこう浮き出てくるような、ね、素晴らしい人物描写でございますので、はいはい、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います、はいはい。映画声の形は10月21日に、ね、公開ということで、チケットは10月12日から発売開始です。はい、多分ねこれはね、早い段階で完売しちゃうんじゃないかなと思いますのでね、これ劇場でまた、ね、改めて見ることができる、ね、素敵な機会でございます。さあ、それでは最後の、ね、最後にご紹介する作品でございますが、
最後にご紹介する作品は最後なんですけども始まりの歌という作品でございます。これもね本当に面白い面白いっていろんな人から聞きました。はい、映画館で見たいなと思っていた作品でございます。はい、爽やか、いいですね。いや仕事終わりにこの映画めちゃくちゃ見たいな、ねね、感じがいたしますが、さあ、こちら始まりの歌ぜひどんな映画なのかまずは皆さん教えてください。はい、こちら劇場公開が2015年なってますけども秋田では上映しなかったんですね。ね、秋田でね、上映しなかった、ないと、アカデミー歌曲賞を受賞したワンスダブリンの街角のですねジョン・カーニー監督はですね、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのキーラ・ナイトレイ、アベンジャーズのマーク・ラファロー地球応援で描いたハートフルドラマになっておりまして、イギリスからニューヨークへやってきたシンガーソングライターのグレータは恋人デイブに裏切られた失意のままライブハウスで歌っておりました。曲を落ち目の音楽プロデューサーダンに見出されてですね、ダンに誘われてアルバムを制作することになったグレータはニューヨークの街角で次々とゲリラレコーディングをやっていく。ゲリラレコーディング、てん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 ということですよ ね、 いいすね。やってましたね、ゲリラレコーディング ね、 ね、ゲリラレコーディングなんですね。ゲリラライブじゃなくてね、あれ撮ってたらしいです、実際にどうかな、実際街中で、まあ、もちろん撮影許可得てね撮ってたんですが、ゲリラというかね、まあ道路使用許可取って、映画ですからねちゃんと撮ってると思いますが、このね、あのキーラ・ナイトレイってすごい綺麗な女優さんです。俺最初予告を見ててキーラ・ナイトレイだと思わなかったんですよ。そのぐらいなんていうか、もうね、こういろんな役の普段着っていうか、あるってことですね。ジーパンには泣いてますけどもね、さまなってます。これはおしゃれかなと思うんですよ。あんな穴開いてたらちょっと普通似合わないですけどね。似合う人はいるんじゃないですか、そういったところもね、はい。で、あ、ここね、今あの写真出てますけど、はい、この右側にいるのがね、あのマルーン5なんですよね。この方もスクリーン、マルーン5の方なの？スクリーンデビューを果たしておりますね。そうそう、この方、あのロックバンドのね、マルーン5の、マルーン5、はい、ね、いい曲いっぱい出しましたね。はい、アダム・レヴィーンが出てるということでございますね。ね、はい、ということでこれ児玉さん見たん、あ、そうです、無料配信で私見つけ出してぜひみんなに見てほしいと思って、映画館 の、 あの音響、素晴らしい音響なんですよ ね、 ね、そこで実際に聞いていただきたくて選びました。やはりこう配信とかね今結構慣れてね見る方も多いと思うんですけど、手軽なんだけど、やっぱこの作品を、この気に入ってる作品をね劇場で見たいなっていう結構夢がある人多いと思うんで、劇場じゃないとね。最近逆でそのスマホで見て、劇場で見たいっていうお客さんが結構増えてるんですよね。より楽しみたいですよね。ところでいくと、あの始まりの歌結構ねご覧になった方も多いかもしれないですけど、僕まだ見てなくて、だから新鮮にまたこの劇場で見たいなというふうに思います。はい、で僕大好きなのマーク・ラファロ出てますんで、ハルク、はい、アベンジャーズのハルクの、はい、ロバート・ブルース・バナーのね、ハルクが出てますからね。ハルクも出てくるの？ハルクは出てこないです。ハルクを演じるマーク・ラファローが出てるってことですからね。はいはい、これ室長は見てない、ね、これは見てないです。まだ室長にははまらなかった。はまらなかった。はまらなかったじゃない。これから出場。出場は愛がなんだ一本。いや愛がなんだも好きなんですよね。始まりとも好きですよ。あまり出場広げないというか。見てるから。でも多分幅広い世代に、あの結構ね、あのミュージカルとか慣れてない人とかね、あのそういうこう、まあ音楽がこれまでそんなにっていう人にも多分これはね、あの新鮮に楽しくご覧いただけると思いますので、はい、始まりの歌字幕版でございます。こちらは10月の終わりですね。10月28日金曜日でございます。こちら上映ということで。チケットの販売は10月19日からとなっております。はいはい、絶対見たい、これ本当に見たいな、ね、楽しみでございます。はい、ということで4作品、ね、ご紹介させていただきました。愛がなんだ、マイスモールランド、映画声の形、始まりの歌、字幕版ということでございます。こちらは、1つの作品500円でね、はい、ご覧になることができるということでございますので、愛がなんだは、ただいまチケットはもはやもうね今発売中ということですので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、そして特典としてアルベ飲食店で使用できるクーポン券プレゼントということで、はい、ぜひ映画を見てこちらお食事も楽しまれてください。はい、はい、ということでアルベ映画祭ご紹介させていただきました。さあ、ということでね、稲田さんの方から今週末のですね、現在上映中の映画の、プレゼントもあるということで、ぜひお願いします。はい、今週末のプレゼントです、はい、今日、9月30日から上映のそれがいる森への、招待状がですね、配られます。結
あ、逆でした。怖い怖い、今のホラー、今のあららら、え、その今わざと逆にして、逆でした。怖いですね。え、ただのミスでした。何かが憑依したんですか。何か憑依したっていうのは、なんか上下が分からなくなっちゃう。もう一つありますね。はい、はい、もう一つ、あ、もう一つあります。はい、お、動揺してます、はい、これは明日からですね、10月1日土曜日から、はい、ワンピースフィルムレッドのフィルムレッドメモリアルカード第5弾、はい、第5弾が、はい、プレゼントになりますので、うん、皆さんどうぞお楽しみに、はい、こちらもね、なくなる前にぜひぜひ ね、ご覧いただきたいと思います、はい、さあといったところでございまして、アルベ映画祭の情報でございました、うん、小玉さん、そして稲田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスムービー。はい、ということでね、はい、ちょっとね、オープニングと同じでちょっと立たせていただいて、はい、ちょっと我々からですね、ちょっとご報告がございまして、はいはい、ちょっとね、もしかしたら SNS などでね、知ってる方もいるかもしれませんが、うん、まあ、今週、まあ、今日で、はい、チェスは、しなちゃん卒業というふうになります、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。拍手もいただいてありがとうございます。本当にね、ということ、あ、あら、もしかして、あら、あなた、ありがとうございます。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 いやいや、ありがとうございます。いや、花束嬉しいんですけども、なんでおじさんからもらわなくちゃいけなかったって。ねえ、いや全然、ね、全然、いや嬉しい、本当にありがとうございます。いや、ありがたいですよ。いや、なんかね、これちょっともらって喋るとね、うん、なんかちょっとなかなかね、本当にいろいろなことを思い出される。いろんな思い出があったんでね、ちょっと僕ね、思い出ベスト3をね、椎名ちゃんの思い出ベスト3をちょっと僕書いてきたんですよ。あ、そうですか、はい、ちょっとよろしいですか。はい、すいません、いろいろありました。何でしょう、本当に、うん、まず、はい、思い出第3位、越前 AP の冷やし中華の食べ方っていうね、うん、はい、上の具だけ全部食べて、麺や食べて、最後に汁を全部すするってね、本当、ね、これ見た時さすがにこう思いましたね。しか、うん、好きかもってね、思いました。第2位、はい、第2位、越前 AP のケーキへの欲求、ね、甘いも好きだからね、うん、ホールケーキをね、AP買って、あ、ロケだからみんなで食べるのかなと思ったら一人で全部ペロリ行く、はい、これ見た時さすがにこう思いましたね、うん、でしょうか、うん、好きってね、うん、思いましたね。ちょっと好きに対して飽き始めてるよ。そして第1位、はい、さあ、あと時間がないよ、一年 AP の車の温度ってね、うん、これロケ車の、ね、車の温度、冬でもね、もう18度ですから、もうキンキンで、ね、冷やして、もう最悪のコンディションでロケ行くみたいな、そんなこともありましたけど、でもこれ、ね、やられてエピのことこう思いましたね、はい、大好き、はい、ということで、じゃあ最後にですね、まだあるの、越前 AP の下の名前、越前定子なんですけど、ちょっとあの僕喋りたいことが、この定子の、本当に皆さん、定子の読み方、ネト界良一で覚えてください。椎名ちゃんとチェスは永久に不滅です。永久に覚えてください。